この俺様に気づかぬとはバカなやつめ。貴様など一生俺様の下におればいいのだ。されてるか。口だけは相変わらずでかいようだな。ハハハ、僕めいい気になりよって。いいか、あの時の俺様と今の俺様は違うのだ。あの時は実力の 30% 程度しか出していなかったが、今日は違うぞ。なんと本日はクロード様 100% だ。混じりっけなしの俺様を貴様は味わえるのだぞ。ハハハ、羨ましいやつめ、この子の。では行くぞ。さらなる進化を遂げた銀魔羅刹剣を受けてみよう。
かな。この銀魔王様と称えられし俺様がまたしても敗れるとは。そんなはずは、俺様は前より本気で戦っているはずなのに。こうなってはやむを得まい。あの方のお力をお借りするとしよう。ナターシャ様、あなた様の可愛い部下が大ピーチです。どうかお助けよ。そんなはずは。ナターシャ様、ナターシャ様、ナターシャ様。名前を鬱陶しく呼んでるんじゃないわよ。とにうるさいわね。ナターシャ様、足を私の頭からどけてください。痛いです。あら、ごめんなさい。私としたことが嫌ね。今、ささやかな殺意を感じたのですが、気のせいでしょうか。気のせい。おお、なんて魅惑的な微笑みだ。いい、あなたにならこの男クロード全てを許します。別にいいけどね、そんなのしてもらわなくても。あら、まさか、あなたがクロード？そうなんですよ。聞いてください、ナターシャ様。こいつはこんなボロい鎧を着やがっていますが、実はロアーナの騎士なんですよ、騎士。騎士？嘘でしょ？いやいや、確かにこいつは城下町の時にいた男です。間違いありません。だって、今この森に来てるロアーナ軍は、確か一時的にではあるにしろ聖騎士を任命された者たちでしょ。この子が、そんな。ザバーミロ、ロアーナの騎士め。いいか、この方は町団長であられるナターシャ様だ。つまりは王国一の剣士と言っても過言ではない方なのだ。さ、どうぞやっちゃってください、ナターシャ様。え、どうぞためらうことなくズバッと。そうね、敵ですもんね。敵だとはっきり分かった以上、情けは無用よ。バカやっちゃったわよ。この性格、少しは直さないとね。それにしても、あなたたちが全滅した聖騎士団の代わりってわけね。少なくともクロードを倒すだなんて、結構やるじゃない。安心して、そんなには待ってないわよ。ボルスタッドのお告げと言ったら信じるかしら。でも私はあなたたちにこそ聞きたいわ。一体どこで私たちが進軍するという情報をつかんだの。私には不思議でしょうがないわ。面白いじゃないの。橋を使わずに渡るのは結構大変だったわよ。何人かはそのまま魚の餌になってしまったくらいにね。
もうすぐかかるわ。だから私たちはあなたたちをこうやって足止めしているのよ。楽しみね。我がボルドが一斉にロアーナ領内になだれ込む時が。先に進みたいのなら私を倒してからになさい。そうしない以上、あなたたちはこの森から出ることなどできないのだから。ナターシャ様？まいっちゃうわね。なんで本気を出せないのかしら。ナターシャ様？いかん。ここにいたら俺様まで殺されてしまう。ここは逃げねば。いいわよ別に。どうせ私にとっては足手まといなだけだから。ふう、なんでこうも私は気持ちの切り替えが下手なのかしら。位置づけがただの民間人から敵に変わっただけだっていうのにね。でも次に会った時は敵よ。もう二度とあなたに騙されはしない。どうせだったらここであなたたちを全滅させようかと思ったけれど、さすがにそれはちょっときつかったわね。それに今の戦いの弾みであの森の中央にいる地の精霊の結界を解いてしまったし。まあいいわ、足止めという目的なら十分に果たすことができたのだから。これだけ時間を稼ぐことができればきっと我が王もご満足なはず。